はい、えー、緊急速報というかね、えー、ちょっと緊急でちょっとお伝えしたいことがありまして、今ですね、えー、インスタ集客大全の、うん えー、音声対談をちょっとまさきくんとしてたんですけどもまあ、ちょっとねえっ、ー、とその音声対談の前にちょっといろいろと、まあ、打ち合わせというかお話ししてたんですけどなんかねまあ、今回ねあの俊英くんがあの買ってくれたんですけどもなんか俊英くんまあ今ねまさきくん要はまあ俊英くんがメール届いてなかったらしいんですよでそれでなんかそのなんかインスタでやりとりしたらしいんですけども まあ、シュウエイ君は、まさき君と、まあ、まあ、僕のドリアカの熟成で、熟成同士なんであれなんですけども、あの、まさき君が今、まさき君が使っているソフ,ソフトというか、まさき使っているのがマ、マイスピマイスピってやつで、その決済が、あマイスピっていうのはメルマガ配信機なんですけど、えー、っと、マイスピ これで,す、ね、で決済が入るとこのマイスピの方で設定していてこ,このマイスピーの方で設定したひな型分が自動で届くような形になってるらしいんですね僕はすいませんマイスピ使ってないんですけどでなんかその一応マイスピーの管理画面では送信完了になってるんだけど届いてなかったとなんか一つねその報告があったと これで、マイスピーの管理画面では、なんか一応送信になってるんだけど、俊英ンくんの方に届いてなかったみたいなあー、あったみたいなんで、もしかしたら、俊英くん、シュくんがメール届いてないっていうことは、他の方も届いてない人もいるんじゃないかなと思いまして、一応この動画の方を撮っております。で、僕の、僕は、あの、一人一人ね、一人一人 G メールで送ってるんですよ。その、こういうね、その、なんだ、うん、その、システム 使ってないんですよ。一人一人、あの、Gmail でいついつ送ってるんで、まあ到達率は多分高いと思うんですね。なんで、お問い合わせいただいた方に対して、まあいついつ Gmail で送ってるんですけど、えーまあ、僕のメールが届きました。そして決済はしたけども、いや、俺いつ届くのまさきくんからの商品みたいなね。商品届きてませんみたいなね。言う場合はちょっと僕の方に連絡ください。 あすみません。あの、まさきくん、決済したんだけど、まさきくんから商品届いてないんですけど、みたいなね。ちょっとご連絡いただけると助かります。はい。一応、状況としてはえ、これで設定していて、一人、その、しゅんえくんっていう子が、あの、届いてなかったっていう報告があったので、えー、他の方もいるんじゃないかなということで、動画の方を撮っております。はい。なんで、えー、っと、えー、決済した、もしくは、 銀行振り込みしましたとあ。クレジット決済だけど、えー、インスタ集客大前が大前が大,前大前があの案内メールが届,届いていませんと。 っていう方がいらっしゃいましたら、ちょっと、あの、お手数ですけども、ご連絡いただければなと思います。僕の方にね。はい。で、一応ね、もう、あの、まあ、メールをちゃんと,と、メールがちゃんと飛んでる人に関しては、一応その、特定の申請とかも来てますので、僕の方にね。はい。だから一部届いてない人もいるかもしれないので、はい。よろしくお願いします。はい。ということで、以上、報告でした。終わります。ありがとうございました。